写真拡大、西武 5-3 楽天20日メットライフ。西武のエルネスト・メヒア内野手が20日の楽天戦メットライフで同点で迎えた9回一死一塁の場面で代打で登場。楽天のクローザー松井から左越え6号ツーランを放ち、チームを劇的なサヨナラ勝利に導いた。松井が投じた148キロ直球を弾き返した打球が高く舞い上がって左翼フェンスの向こう側に飛び込んだ。あまりにも劇的な決着だった。メヒアは三塁を回ったところでヘルメットを脱ぎ捨てホームで待つナインの元に勢いよく飛び込むとウォーターシャワーで祝福された。メヒアの対松井は4打数3安打と好相性。しかもその3安打が全て本塁打。この日は同点で迎えた9回無視1塁からピンチバンターの熊台がまさかの3バント失敗。だが送りバントに成功し一死二塁を演出していたとしても、相性を考慮してメヒアが敬遠されていたかもしれないだけに、それさえも好きだった。辻監督はとっておきだよ、松井にはメヒアと満を持して代打メヒアをコール。指揮官の期待に最高の結果で応えたメヒアは、松井は打ちやすいことはない、彼にとってはハードラックかもしれない、彼はいいピッチャーだと話し、相性の良さについて問われると、なんで打てているのか自分でもわからないよと不思議な縁に苦笑いを浮かべていた。バントを失敗した熊台も、本当にメヒア様様、儀打失敗は自分を戒めて頑張らないと、とメヒアに感謝し抱き合って喜んだ。メヒアの劇的な代打V弾でチームの優勝マジックは4。最短で22日にも指揮官が2年連続で歓喜の宙に舞う。メヒアは自分の役割は分かっている、でも重圧を感じている時間もないと言葉に力を込めた。最大 8.5 ゲーム差から大逆転 V へ。いよいよ優勝の2文字の輪郭をはっきり捉え始めた。安藤かなみ、かなみ安藤。